銀ポアモクは、鈴木目の貝分類群の一つ。2016年発行のフィッシーズ・オブ・ザ・ワールド・フィフス・エディションでは、以下のドガを含む分類群をプレニア・ホームズ目としている。銀ポと名の付く魚類は、ゲンゲアモクや、ワニギスアモクなど、銀ポアモク以外のグループにも、多数含まれている。その中の一種フェリス・ネビューローザは、ゲンゲアもく、二色銀ポカに所属し、銀ポアモクの魚類ではない。 銀ア阿クの仲間は、世界中の温暖な海に分布する。ほとんどの種類は、ンゴ礁や岩礁域など、沿岸の浅い海に生息し、潮だまりでもしばしば観察される。熱帯、亜熱帯の海に住む、ヘビ銀ポか、イソ銀ポか、温帯域で暮らす、アサヒ銀ポカ、コケ銀ポカなど、気候帯による住み分けが、比較的明瞭な一群である。 体長15センチメートル未満の小型魚類が多く、食用に利用されることはほとんどないが、鮮やかな色彩と斑紋を持つことから観賞魚として親しまれるものもいる。体はやや細長く、ハゼに似た体型を持つものが多い。頭部に様々な形態をとる特徴的な皮弁を持つ種類が多い。皮弁は、粉、ビブ、目の直上、うなじの部分に存在し、 小さな突起状のものから枝分かれした大きな棒状のものまで種によって多様な構造が見られる。腹器は胸びれより前にあり、皮膚に埋没した1本の棘状と2から4本の軟状を持つ。尻びれの棘状は0から2本で、腹器と尻びれの軟状は分子しない。背びれ、尻びれの棘状を支える、単ひれ骨は単一である。鼻孔は両側に2体ある。 本阿木に共通する骨格上の特徴としては、喉ラ荷骨のうち、第2、第4番のものを書き、第1番がある場合は、軟骨状となっていること、第1条、エラ骨の針状突起を書くことなどが挙げられる。銀庫阿木は6科136属818種で構成される。近年行われたミトコンドリア DNA の解析は、本阿木の単系統性を裏付けるものであった。 銀湖は木内部において、どのグループが最も古い起源を持つかは見解が分かれており、ネルソンの体系で採用されたヘビ銀ポカではなく、ダクティロスコプスカであるとする研究者もいる。また、後期に出現したと見られる酸化を一つのトガにまとめる場合もある。複数のトガで中心よの地層からの化石が知られている。クロマスク属の一種ヘルコグラマジムニカン。 縦島ヘビギンポヘルコグラマストライトム。南日本の岩礁域に生息する普通種で、性的不足なりは示さないヘビギンポかトリプタージデイは23族150種で構成され、インド洋、太平洋、大西洋の熱帯域に広く分布する。インド太平洋での多様性が特に顕著で、大西洋の種は比較的少ない。ニュージーランドに産する一種のみ。 川口域に進出することが知られている。ほとんどの種類は体長6センチメートル未満の小型魚類で、オスとメスで色彩が異なる性的蓋なりを示すことが多い。皮弁を持つが、うなじにはない。上あごを前に突き出すことができる。本あもくの中では唯一、串しうろこのうろこを持つ。背びれは三つの部分に分かれており、第一、第二背びれは、トゲ状のみで構成される。 尻びれのトゲ状は零から2本で、多くの種類では2本。ダクテュロスコプスカダックタラスカピディは9属43種を含む。南北アメリカ大陸の熱帯、温帯域に分布し、気水域に進出するものもいる。体長は、最大で15センチメートル程度。ワニギスアモクの魚類と似て、砂底に体をうず漏れさせる種類が多い。他の多くのシンホネ類と異なり、 海水をエラから排出する気候において、災害の代わりにエラ状が重要な役割を果たしている。唇とエラブタの上部は棒状の構造で縁取られ、砂流の混入や目詰まりを防ぐ機能があるとみられる。口は斜め上向きにつく。目は背中側にあり、突き出すことができる種類もある。鱗は円鱗背びれの規定は長く。 種によって連続していることもあれば分かれていることもある。ニラミギンポ族の一種イキシーニアスアクセルロディ。本家の仲間は、口先が前に出ず、平坦な頭部を持つものが多いヒゲニジギンポ、メイハキャンサスグラマスッツ。遊泳性で活発に泳ぎ回る南ンポ、プラジェトリマスライノリンコス。他の魚を襲ってヒレや皮膚を食べる肉食性の魚類やエヤマギンポ。 サラーイアスファシアータス。藻類を主食とし、日本では沖縄周辺で普通に見られるイソギンポカブレニデイワゴ、属56属360種で構成される。三体用の熱帯、亜熱帯海域に広く分布し、淡水域に暮らす種も少数ながら知られている。最大50センチメートル余りになるものもいるが、ほとんどは15センチメートル未満の小型種である。が前に出ておらず、 垂直に切り立った頭部を持つ種類が多い。上顎を突き出すことはできない。鱗を持たない。テンクロスジギンポ族の2種を除き腹びれを持ち、トゲ状は短く、皮膚に渦漏れる。後外骨に歯はなく、顎の歯は、櫛状で、ほとんどの種類は剣士を備える。背びれは一つで、前半部分は3から17本の柔軟なトゲ状、後半は、 トゲ状よりも多い難状で構成される。尻びれのトゲ状は2本で、メスでは最初の1本が生殖期にうずもれることがある。一部の属を除き浮き袋を持たない。アサヒギンポカの一種ヘタアスティカスロストレイトス本属の背びれには切れ込みがなく、前半のトゲ状部はほぼ一定の高さアサヒギンポカ、クリニデイは3属20属74種を含み、 世界中の温帯域を中心に分布する。他の銀泊は木魚類とは異なり、熱帯域に生息するものは4種程度しか知られていない。頭部の皮弁はうなじ以外の部位にある。鱗は小さく円鱗で皮膚に渦漏れることが多い。背びれは一つで、規定は長く、棘状の数が南上よりも多い。尻びれの棘状は2本。 ラブリソムスカレーブリシミデイは15族105種を含む。大西洋、太平洋の熱帯域、特に中央アメリカと南アメリカに多く分布する。多くの種類は糞、目上、うなじに比べを持つ。本家の単系統制は不明瞭で、近年の分子生物学的解析からは、コケ銀ポカとの関連性が示唆されている。ほとんどの種類は鱗を持ち、円鱗で皮膚に埋没はしない。 セビレノトゲ城は、南城よりも多く、南城を持たない者も,もいる。ゼノマディア族及びストクシア族の一部は、大勢で、校舎のオスは降雪機を持つ。コケギンポ族の一種ニオックリネスブランチャーディ。日本近海には、本族の6種が分布する、コケギンポカコナプサイデイは13族86種で、構成され、多くは南北アメリカ大陸の温帯海域に分布する。 被弁はうなじにはなく、目上、ビブデの有無は様々。体長は一般に16センチメートル未満である。本家及びラブリソムスカに所属する魚類のうち、日本近海に分布するのはコケギンポ族のみである。コケギンポ族の配置に関しては分類上の混乱があり、ネルソンではラブリソムスカ、本家の両方にニオックリネスを記載している。本校では、 前沢の見解に従い、コケギンポ属を本家に配置し、仮名をコケギンポカとした。体は細長く、左右に平べったく側平たする。鱗と側線を持たない。背びれ全部の丈が非常に高い種類がある。一部の種類では、背びれと尻びれが、尾ひれと連続する。ありがとうございます。